皆さんこんにちは。歌手や俳優として活躍していた倉田真理子さん。倉田真理子さんは日本レコード大賞新人賞を受賞したり、テレビドラマ気になる天使たちに出演したり、幅広く活躍していました。しかしある事件をきっかけに芸能界を引退しました。倉田真理子さんの現在や経歴などに今となって多くの注目が集まっているようです。今回は倉田真理子さんの事件と現在について紹介します。倉田さんが芸能界入りしたきっかけは、象印が主催するテレビ番組家族揃って歌合戦という番組でした。この番組が倉田さんの住む長崎県諫早市のお隣の島原市で公開収録され、家族で出場したのがきっかけでスカウトの目に留まったのです。当時倉田さんは県内でも屈指の進学校である諫早高校に通っていました。入学当初から成績優秀だったそうで、当然誰もが大学に進学するものだと思っていましたが、倉田さんは大学進学はせず芸能界に入りました。倉田さん一家の当時の暮らしは楽ではなかったそうです。倉田さんは芸能界に入って女手一つで育ててくれた母や家族を楽にしてやりたいという思いで上京を決意しました。デビュー当初は NHK の歌番組レッツゴーヤングのサンデーズのレギュラーメンバーとしての出演しました。当時のサンデーズのメンバーには倉田さんの他に川崎麻世さんや田川陽介さん、黒沢博さんなど数多くの有名人と共に活躍しました。1979年8月に発表されたシングル3曲目 How Wonderful がヒットし、第10回日本歌謡大賞放送音楽新人賞、第8回 FNS 歌謡祭最優秀新人賞、第21回日本レコード大賞新人賞などを受賞しました。倉田さんは知的で素敵なアイドルとして人気になり、パーフェクトベストというアルバムもリリースしました。歌手活動以外にも女優としてウルトラマンにも出演したり、足立満原作漫画ナインの声優を務めたりしました。また石川ひとみさんに顔が似ているとも話題になりました。芸能活動を順調に過ごし、ファイファイセットの冷たい雨をカバーした頃から大人の歌手を目指す感じでしたが、スキャンダルが発覚しました。倉田さんは投資ジャーナル事件で逃亡中だった中江茂樹さんとのツーショット写真がフライデーによって報道されました。このツーショット写真で中江さんの愛人が倉田さんだと話題になりました。実際その写真には親密そうに倉田さんの方に手をかける中江さんの姿があります。このスクープ写真と同時期に倉田さんは7000万円とも見られる3階建ての豪邸を購入しました。しかも目黒区の一等地でした。倉田さんは母にプレゼントしたというのですが、このお金は中江さんの愛人の見返りという疑惑が持たれたのです。他にも税務署の調査から倉田さん側から中江さんへの7000万円の借用書が発見され、借金であることが判明しました。実はこの借金は事務所側が中江さんとの関係で作り出したお金だったのですが、当時の倉田さんは事務所の立場との板挟みになっており、十分な釈明ができなかったようです。愛人疑惑は否定されたものの、清純派として活動していた倉田さんにとって大きなダメージを与えました。結局度重なる疑惑レポートや週刊誌の事実無根の記事によって清純なイメージが失墜した倉田さんはアイドル引退に追い込まれました。7000万円の豪邸は贈与税の支払いができずに差し押さえられ、競売にかけられたそうです。現在倉田さんは本名の坪田真理子の名前でキャリアカウンセラーとして経済界で活躍しています。倉田さんは東京学芸大学の特任准教授、キャリア支援担当准教授を務めています。倉田さんは大学生への就職指導、企業自治体向けのプレゼンテーション能力向上や営業力強化等の研修ビジネスを手掛け、各地での講演活動を行っています。投資ジャーナル事件はどのようなものだったのでしょうか。中江茂樹さんは1954年生まれ、滋賀県出身です。父親が証券会社勤務で株に興味を持つ、小学5年生で株の取引をしていたようです。中江さんは滋賀県有数の進学校、彦根東高等学校へ入学しました。授業はそっちのけで、短波放送のラジオで株式市場の専門番組を聞いていたようです。
高校の休み時間に公衆電話に駆け込み株の注文を、高校生で1000万円を稼ぎました。その後神戸大学に進学するも中退しました。愛知県の投資顧問会社三愛経済研究所に就職し、22歳で投資顧問会社を起業しました。23歳の時には数十億円を動かし、24歳で上京し投資ジャーナル社を設立しました。兜町の風雲児と呼ばれた中江さんは1000万円を毎日使って豪遊していたそうです。中江さんは後々証券関連雑誌を発行していた投資ジャーナル社の株式の不正売買事件を起こしてしまいます。中江さんは10倍融資といううたい文句で7600人余りの投資家から証券市場で金を集め、580億円を騙し取りました。中江さんは当時兜町の風雲児と呼ばれていました。全盛期には約600億円を動かし、毎日銀座のクラブで5000万円をばらまいていたそうです。中江さんが逮捕されるきっかけは、ある化学メーカーの株価が上がらず他の株も暴落したことでした。中江の株は危険だという噂が投資家の間で流れ、資金繰りが悪化し顧客にお金を返すことができなくなり、違法に資金を集めた詐欺行為の疑いで警視庁によって逮捕されました。中江さんは懲役6年の実刑判決を受けました。後に中江さんは、倉田さんの人生を狂わせたこの一連の騒動について彼女に申し訳ないと大いに後悔していたそうです。出所後は海外で暮らし実家に戻りました。出所後も中江さんは放火未遂の現行犯で逮捕されたこともあったようです。中江さんは焼死して亡くなりました。この焼死事件の真相は、自殺なのかタバコの火の不始末だったのかは不明ですが、焼け跡からは株で再起をかけた中江さんの手書きのノートが何冊も発見されています。中江さんは結婚しており子供は5人いるそうです。倉田さんとの関係が噂された時にも奥さんに相当厳しく問い詰められたそうで、中江さんは共済家としても知られています。後に離婚されたようです。いかがでしたか？今回は倉田真理子さんの事件と現在について紹介しました。倉田さんは家族揃って歌合戦に出場し、そこでスカウトマンに見初められて芸能界入りしました。その後清純派アイドルとして人気を確立しました。しかし投資ジャーナル事件で逃亡中だった中江茂樹さんとのツーショット写真がスクープされたことによって人気が止まりました。その後度重なる疑惑レポートや週刊誌の事実無根の記事によって清純なイメージが失墜した倉田さんはアイドル引退に追い込まれました。現在倉田さんはキャリアカウンセラーとして経済界で活躍しています。また東京学芸大学の特任准教授、キャリア支援担当准教授も務めています。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。